私がまだまだ教える身分ではないんですけれども、皆さんと一緒に、のとむぎわ節の講習をしたいと思います。のとむぎわ節は、全国大会にもなっております。のとむぎわ節全国コンクールというのが、5月の最後の日曜日に、あるんですけれども、この、のとむぎわ節は皆さん、知ってる方、知らない方の方が多いですかね。 この歌のポイントといいますか、まずリズムよく軽快に歌うのがポイントですね。あと、のとむぎわ節のちょっと独特な節回しが、ここはちょっと難しいところなんですけれども、まず1節目から、むぎ歌えたっていう。まず最初からやってみますね。